どうも森本健太です。広島県の山あいの町にやってきています。どうして来たかと言いますと、あちらに見えます中国山並海道、来てみたかったんですよね。海道沿いにはまだまだ僕の知らない観光スポットがたくさんあるそうなので、魅力を探しながら巡ってみたいと思います。3月22日に全線が開通した尾道松江線、愛称中国山並海道。全長137キロある尾道松江間がおよそ2時間30分で結ばれ、沿線地域への観光がより近く、より便利になったんだ。まず訪れたのは、先月オープンしたばかりのトレッタ三好。いやー、にぎわってますね。こっちがね、パン屋さんですね。パン屋さんもあるし、なんとね、こっちのね、レストランもあるんですよ。木のぬくもりたっぷりの店内には、地元で採れた旬の野菜やお酒やお菓子などの加工品がずらりと並んでいる。今日どちらから来られたんですか？広島です。広島から、はい、オープンしてからは毎週来てます。あ、そうですか、はい、三好の特産をいっぱい取り扱ってられて、いいなっていう感じが。三好にまつわるものがたくさんあるように気がするんですけど。そうですね、農業者、加工グループの方、全てですね、オール三好で、こちらの方へ商品を出させていただいております。来る人、食べる人、そして地域の皆さんが交流できるような楽しい施設になっていけばと思っております。周辺にはワイナリーや美術館、運動公園などもあるので、家族連れで一日中楽しむことができるぞ。沿線には他にも地元の特産品に出会える場所がたくさんある。これも山並海道の魅力の一つなんだ。いや、ほとんどが無料区間で乗り降り自由ですし、気軽に旅が楽しめますよね。そして車は一路世羅町へ。年間150万人もの観光客が訪れる世羅町には、春になると花を求めて多くの人がやってくる。この日、世羅夢公園では、いやー、お祭り盛り上がってますね。屋台もたくさん出てますよ。いやー、美味しそうな牛串ですね。これ世羅牛なんですよ。美味しいですよ。ちょっと一本いただいてもいいですか？はい、いいですよ。柔らかいですね。これは美味しい。世羅は美味しい食べ物いっぱいありますね。アスパラや梨、そして今はブドウ。世羅町を知らない人がたくさん来ていただいて、美味しいものをいっぱい食べていただきたいと思います。このように山並海道周辺では、夏にかけて地域の魅力を生かしたイベントを開催。足を運んでみたいと思った人にとっておきの情報があるんだ。それはこのイベントガイド。コンビニなどにある県政情報ラックに置いてあるので、お気に入りのイベントをチェックしてお出かけしてみてはいかがかな。山並海道沿いには気軽に立ち寄れる観光スポットや美味しい食べ物がたくさんあるんですね。新しい発見でした。皆さんもぜひ足を運んでみてください。